ハワイの皆さん、こんにちは。南相馬市長の桜井勝信でございます。この度の大震災、そして津波、そして原発事故に関して、ハワイの皆さんから心温まるご支援をいただいて感謝をしております。ありがとうございます。ハワイの皆さんからのご心配、本当にありがたく受け取っておりますし、被災地の市民として、また市民を代表するものとして心から感謝申し上げますが、依然として、不自由な生活を強いられております。また原発事故も収束しておりません。津波で亡くなった方々の捜索もまだまだ行き届いておりませんが、この被災に屈することなく、南相馬市は今復興に向けて力強く立ち上がろうとしています。今後ともハワイの皆さんに、お力添えをお願いしますが、我々市民一致して今後とも復興と再生に向けて取り組んでまいりますので、この原発事故を契機に皆さんと共に世界とつながっていきたいと思います。よろしくお願いしたいと思います。ご声援本当にありがとうございます。アロハ。